皆さんこんにちは、ネクストフィットケントです。今日はですね、先ほどまで僕の新しいオフィシャルウェブの、ホームページの方に使う素材、写真の素材ですね、オプロのカメラマンさんに撮っていただいて、モデルさんにも来てもらって写真撮影をしてました。で、その中でちょっとお話をね、普段お聞きする機会がないので、ちょっとカメラマンさんの方に無茶ぶりっていうかね、こう急にちょっと動画撮らせてもらっていいですかみたいな感じで、いくつか質問をさせてもらいました。これからもしそのカメラマンとかを目指している方がこれを見てられるかどうかわからないんですけど、実際にフリーでやられてる方で、こういう感じで営業してこういう感じで、単価いくらぐらいだよっていうちょっとお話が聞けたので、よかったら参考にしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。これ僕のプライベートの YouTube に上げてもいいですか？顔とか映って大丈夫ですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。今日はジムのホームページの素材を撮影してもらってます。モデルさん自己紹介、自己紹介は自己紹介、はい、OK です。いつもここで一人でブツブツ喋りながら撮ってるから、すごいね、なんか機材。カメラマンさんに来ていただいてます。ありがとうございます。なんか質問とかしてもいいですか？簡単に。私ですか？はい。一日何件ぐらい行かれるんですか？いや、でも一日多くて2件とかですかね。時間かかりますもんね。そうなんですよ。でも持ち運んでってるとか。移動は電車ですか？電車で行けるところは電車で行って、あとはもう本当に機材が多くて運べないときは、もうそんなにお金かからなければタクシー使うとか、あと車はまだ持ってないんで借りていくか。交通費出してくれるようなとこだったらいいですよね。そうですね、大体交通費出してくれれば車を借りてもいいかなっていう。なんか大体例えばこういう感じでお願いして、2時間とか3時間とかやってもらって、大体こう1件あたりの単価ってどれくらいなんですか？バラバラだと思うんですけど。バラバラですね。でも私もまだフリーになってからそんなに経ってないから、何でも受けるようにはしてるんですけど、分かりやすく言うと雑誌で、大体1ページ1万5千円です。へぇ、大体どこの雑誌も。カット数とかはそんな関係なく、カット数ではなくて雑誌は1ページなんですよ。だから1ページにすごいカット数が多くても1万5千円。逆に、1ページ1枚でも1万5千円。へぇ、そうなんだ。大体雑誌だと1ページだけってあんまり、そうですね。大体見開きとか、その特集の企画のでカメラマンが一人みたいな感じで来ることが多いんで、そこまでがっつり。それって編集とか込みですか？もう移動費とか編集されたら編集費とか全部込みでそれぐらいってことですか？いや、移動費とかは別で、一応その撮影料としては1万5千円ぐらいが多いです。そうなんですよね。ちょっと聞いていいのか分かんないですけど、はい、さんのこう委託だと大体どれくらいなんですか？1件とか1件いくらみたいな。1件1万5千円。じゃあ同じぐらいなんですね。そうですね。なんか固定費とかってあるんですか？例えば僕だったらその家賃とか、あとそのサーバーの管理費とかは固定費で毎月抜けてっちゃうんですけど、そういうのってあるんですか？で、機材レンタルされてるとかそういうのは特にないですか？機材レンタルは、その撮影内容によって自分の機材で賄えないときはレンタルするときもあるんですけど、カメラ、機材とか割とローンで買っちゃったりしてるので、
まあまあ将来的にもうそれでね仕事にしていくってなればそっちの方がいいですもんね、うん、なるほどなるほど。あとは何ですかね。ホームページだったらホームページの運用費用ぐらいですかね。そうですね。特に毎月絶対これはかかるみたいなのはあんまりないかもしれない。ビジネスモデルとしては結構いいですね。うん、なんか とりあえず揃えちゃえば、まあ、初期費用がちょっとかかっちゃうっていうところ。初期費用はかなりかかるんですけど、あとはだいたい今こう持ってこられてるやつで どれぐらいなんですか、金額的には。こういうのとか、多分他にもカメラとか持ってらっしゃるんですよね、いろいろね。そうですね、だいたいプロが使ってるカメラってフルサイズって言われてる、はい、あのセンサーの大きいカメラなんですけど、だいたいフルサイズだと、まあ、定価で買うとボディだけで20万円以上。ああ、やばいっすね。でもっと大きい機種、上級の上っていうか、はい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 、一応これフルサイズのやつなんですけど、ちょっとちっちゃいモデルなのでそこまでは安くないんですけど、高くないんですけど、それ以上の機種とかになると普通に60万とか。へえー。で割とレンズ60万円ですよ60万ですよ。とかしちゃうのとかありますね。あとレンズが高いですね。レンズ高いって言いますよね。レンズ、うん、そうですね。でも1回買っとけばもうそれで大体そう、そう、まあ何年かはいけますね。やっぱ新しいの出たりとか、こういうレンズ欲しいとかなって買い足したりとかはありますね。あとは何だろうな、一応デジタルだけど消耗品なので、結構あのシャッター切れば切るほどセンサーとかダメになってちゃうんで、あそうなんですね、メンテナンスの費用とかも買い替えとか。あ、じゃあいろいろなんだかんだ。そうですね、パソコンも結構いろんなフォトショップが、はい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 、あれフォトショップって一括で買われてます？僕月額なんですけど。私も月額で払ってて、結構バージョンアップするとパソコンが追いつかないとかってなったら、パソコンも買い替えなきゃいけない。でもある種じゃあそれも固定費ですね。フォトショップの月額とかも、ね、あ、そうですね、それは固定費ですね。1000円ぐらいでしょ、2000円ぐらいでしょっけ。私は全部使えるのを使ってるんで5000円ぐらい。980円ぐらいでしょ。フォトショップだけなんですけど、イラストレーターとか使えない。ああ、そしたら安いのありますよね。なんか私なんか一応 Adobe のソフトは全部使えるプランで契約してるので、結構一番高いやつ。すいません、時間を取らせてしまった。あ、全然全然1万5千円ぐらいでじゃあ来ていただけるということで、まあ、まあ場所によって、規模によって、場所と規模と撮影内容によってですね。なるほどなるほど、ぜひ、うん、お願いする人お願いします。あのインスタグラムのリンク貼っといて大丈夫ですか？あ、全然どうぞ。はい、インスタグラムのリンク貼らせてもらうんでよかったらあの全然1日100回くらいしか再生ないですけどお願いします。お願いします。ありがとうございました。How come I'm looking straight at me? The look on your face, what does it mean? Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always remember time around November, never be efforts, but you took the ladder. Sure was to play in the right game, then I was lame. All of the sudden